蔑まれておりましょうと、人は全て平等に生きているのです。額を掲げた直眼寺を起こすことだ。そこを念仏の中心に置けば、関東六万とも言われる念仏の徒党を抑えきれるとは思えませんの。念仏は事実を事実として我が身に引き受けよと御仏は仰せられているのだ。奉仕が国と諮りまして、念仏禁止令を引いたことに始まると思います。寄せては返す波のように、法然上人の浄土門を対象に弾圧が狙い撃ちをいたしました。夫善信殿も見せかけは仏教の姿をとった邪道だ、こんなことでは仏法も去ることながら世法もおしまいだと日々嘆いておられました。たまたま御所の明吾殿が出家したことで、叡山奈良法師たちは横島な憎しみの包みを切ったのです。安楽殿を含め念仏者4人の首がはねられ、8人が処刑されました。善信殿もそのうちの一人として、越後の国に島流しにされてしまわれたのです。仏の教えを広めに、
天につながる人々に救いの手を差し伸べ聖徳と蔑まれておりましょうと人は全て平等に生きているのです。掲げた直眼寺を起こすことだ。そこを念仏の中心に置けば関東六万とも言われぬ念仏の徒党を抑えきれるとは思えませんぞ。念仏は事実を事実として我が身に引き受けよと御仏は仰せられているのだ。奉仕が国と諮りまして念仏禁止令を引いたことに始まると思います。寄せては返す波のように法然上人の浄土門を対象に弾圧が狙い撃ちをいたしました。夫善信殿も見せかけは仏教の姿をとった邪道だ、こんなことでは仏教も去ることながら世法もおしまいだと日々嘆いておられました。たまたま御所の明吾殿が出家したことで永山奈良法師たちは横島な憎しみの包みを切ったのです。安楽殿を含め念仏者4人の首がはねられ8人が処刑されました。善信殿もそのうちの一人として
越後の国に島流しにされてしまわれたのです。仏の教えを広め縁につながる人々に救いの手を差し伸べ聖徳の